矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム、皆様新年明けましておめでとうございます。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムともども皆様ご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。ところで矢田部さん、はい、お正月はどう過ごされましたか？はい、お正月はですね、娘と、はい、妻とですね実家に帰って、行くわけですが、娘にとっていいとこの僕にとって甥っ子の、子供たちと一緒にですねたこ揚げを、はい、たこ揚げ、はい、いたしました。はい、たこ揚げはですね本当に僕が子供の頃からずっとやっておりまして、でいろんなね最近は本当にアニメの絵を描いてあるたことか、はい、いろんな絵があるんですけど自分の好きなたこを買ってこう揚げるんですね。うん、はい、でお父さんやってみてと言われるんですけど、はい、僕は結構ですね走り回って、こう竹をどん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 上げていくと。でうちの僕の弟がですね、はい、弟は どちらかというとこう風をうまく使って、すごいあまり動かずに上げていくんですけど、はい、僕はやっぱりたこ揚げは走るものだろうと、おお、なるほど、ということですね、思いながらやってると、いやパパより、お兄ちゃんの方がかっこいいみたいな感じで、うちの弟のやり方の方がかっこいいということで、はい、ちょっと寂しい思いをしたんですけど。そうなんですね、はい、そんな感じでたこ揚げ表現をしました。いやいいですね。佐々木さんはどんなお正月を過ごされますか？そうですね、私はもう年末から実家に帰って、でそれからお正月はもう家族で過ごしておりました。はいはい、もう毎年そうなんですけれども、正月でね、親孝行ということで、はい、楽しませていただきました。はい、よくですねお正月商戦という言葉が巷にあふれてるんですけれども、はい、マーケティングの立場から簡単にご説明いただけますか？はい、はい、お正月商戦、はい、こういう記念日ですね、いわゆる記念日を使ったマーケティングっていうのはマーケティングの中でもとても大切なんですけど、はい、その記念日を使ったマーケティングの中で最も大きな記念日の一つがお正月ですね。あ、そうなんですね。はい、人はですね、消費者は、はい、消費者の皆さんはですね、やっぱり物を買う理由が必要なんですね。ただ欲しいってだけではなくて、はい、そこに物を買う理由、例えばお祝いだからとか、ちょうどお金が入ったから、はい、お休みだからとかですね、時間が合っているからとかいう他のこう、ね、理由があると、やはり購入が簡単にスムーズにいくということがありまして、正月は全て買う理由が揃っていると。確かに、はい、そうですね、そういった時期ですので、やっぱり買う準備が整った方々が本当にたくさんいらっしゃるので、やっぱり物を売る側とサービスする側としてはですね、このお正月商戦を確実に、はい、しっかり使って、物を売るチャンス、そういった時期になるのかなと思います。そうなんですね。なんかこうお正月ってやっぱりこう買いたくなったりするんですよね。そうですよね、ついついね。ありがとうございます。さてですね、オープニングトークに戻りましてですね、はい、この番組はマーケティングの観点からファン、つまり楽しいことをトレード、交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。はい、ではまずこのファントレタイムメインパーソナリティの矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在ここ市川うらら FM で言霊アラカルト愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。そして最近の活動といたしましてはですね、昨年末までテレビ朝日系列で放送されておりました人気ドラマ、米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に看護師としてレギュラー出演させていただいておりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。
このコーナーは今後広く一般的に活用されたりムーブメントが起こりそうな商品や商材システムなどについて矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです、はい、さて今回ご紹介いただけるのはどういったものでしょうか。はい、今回のご紹介の前にですね、はい、佐々木さんはクリエイティブっていう言葉ご存知ですか。クリエイティブ、はい、クリエイティブ、クリエイティブなんかこう、はい、想像とか、はい、そういうイメージがありますね。 ありがとうございます。確かですね、はい、クリエイティビティっていう英語がありまして、これは創造性という意味なんですけど、まさにね、創造性とか創造豊かなってね、意味もあるんですけど、実は広告の、はい、もしくはこのマーケティングの世界ではクリエイティブってことが ちょっと違う意味を持っておりまして、はいはい、広告の素材、まあ、いわゆるですねチラシに載せる写真とか、はい、あとまあインターネットのね、広告に使うバナーとか、あー、はい、よくお店に出ているようなポップとかですね、まあ、ホームページものデザインもそうなんですけど、こういう、はい、まあ、デザイン性のあるものをクリエイティブと。そうなんですね、はい、呼んでおります。知らなかった、はい、で今回のお話はですね、はい、実はまあこのマーケティングの世界でクリエイティブとデータの融合が、はい、今後のトレンドとして起こってくるだろうと。クリエイティブのとデータの融合、ちょっと難しい言葉でですね、はい、はい、クリエイティブとデータの融合というお話をさせていただきます、はい、お願いします、はい、クリエイティブはですね、はい、やはり昨今の例えば SNS でいうとインスタグラムの人気があったように、はい、いい写真もしくはその素敵な写真センスのある映像を見るとですね、はい、人はそのセンスがあるという理由で物を買うようになったと言われています。うん、例えばですね、アパレルブランド、はい、アパレルブランドの通販サイトですね、うんうん、服を売ってるサイトで同じ洋服同じ価格のものであったとしてもですね、写真を変えるだけで売り上げが10倍も変わる。え、そんなに変わるんですか。はい、やはりですね、素敵なモデルさんを使って、素敵なセンスある写真を撮るだけで、売り上げは全然違うということが起こっております。へ、同じく美容院でもですね、はい、美容院 のカットモデルさんを使ったスタイル写真というものを挙げてですね、うこういう髪型が作れますよというような形で、写真を上げていくんですけど、はい、やはりですね見せ方撮り方構図が違うだけでですね、はい、全然アクセスが違いますし、やはり来店してくれるお客さんの数も全然変わってくると。そうなんですね、はい、そのぐらいですねクリエイティブ、いわゆるですねこの素材と言われるようなデザインと言われるようなものっていうのは、はい、すごく大事な時代になってきました。やはり感性ですね、はい、例えばお客さん共感したり、センスがいいなと思うようなものっていうのはすごい大事なんですけど、はい、なかなか定義が決まりにくい。そうですよね、はい、これがセンスがいいんだとかですね、こういう数値があるからセンスがいいんだっていうのはなかなか今まで、まあ、出しにくかったので、どちらかというともうセンス感性の部分ですね、はいはい、人間でいうと右脳がよくね、センスとか感覚と言われる、感覚を司ると言われますが、はい、右脳的なところが多かったんですけど、今後のトレンドとしては、はい、それをデータと融合していきましょうと。ほう、データか。はい、あります。やはりこういうクリエイティブの時に、はい、こういう層のこういう年齢の方が物を買ったとかですね、よくこういう写真はクリックされているというデータをどんどん蓄積していって、こういうクリエイティブは、まあ、こういう人にセンスがいいと思われる、はあ、素敵だと思われるというふうにですね、データからのアプローチができるようになってくる。そんなことができるようになってくるんですか。はい、すごいですね。今まではですね数値化が難しかった、こういう感覚の部分まで今後はですね、データでまあ、データで出していけるようになるだろうと。逆に言うとですね、右脳だけではなく左脳の部分も使って、両方ですねデータとクリエイティブの両方を融合していくようなマーケティングが今後のトレンドになってきまして、これを使いこなしていく企業が、やっぱりマーケティングで成功していくだろうとと言われております。そうなんですね、はい、なかなかねこう感性をデータ化するって、イメージ湧かなかったんですけど、はい、ここに AI が入ることによっていろいろなことが今度もうね変わってくるんでしょうね、はい、どんどん変わっていく世界になりますね。すごい楽しみですね。いや
なかなか、はい、お伺いすることができないような情報でございますので、ちょっと難しい内容でしたが、いやいや、とても勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。お菓子懐かし流行通信のコーナー、続いてのコーナーはお菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチ温故知新のコーナーです。今回はですね、1997年平成9年の主だった出来事からご紹介をさせていただきたいと思います。はい、1997年、はい、大阪ドーム、そして名古屋ドームがオープンしました。はい、あとはですね、宮崎駿監督の映画もののけ姫、これが劇場公開されたのもこの年です。でしたね。はい、はい、あとはですね、週刊少年ジャンプでワンピース連載開始しました。すごいですね。はい、出た時からすごかったですけど、ね、すごかったですよね。ここまで人気になるとはね。はい、そして北野武監督の映画花火がベネツィア国際映画祭の金獅子賞、まあ、いわゆる最高賞を受賞されました。うんうん、はい、あとは消費税が 5% に増税、うん、北海道の拓殖銀行が破綻、山一証券の破綻がありました。うん、あとはですね、失楽園ブーム、これが起こりましたね。はい、はい、あと香港がイギリスから中華人民共和国に返還されたのもこの年です。うんうん、まあですね、プロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が黒人初、史上最年少のマスターズ制覇されました。はい、あと車、世界初の量産型ハイブリッドカートヨタプリウスが発売されたのもこの年だそうです。この年だったんですね。はい、大人気ですけど、ね、この年いろんなことがあったんだなっていうふうにね、すごくいろんなことが ね思いますけれども、ね。はい、では続いてはですね、1997年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、はい、1997年、まあ、横綱から小結びまでご紹介させていただくと、まあ、もののけ姫、ね、うん、はい、ね、皆さん多分ご覧になられた方、ね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、もののけ姫、ね、はい、あとポケットモンスター、いわゆるポケモンですね。ポケモンですね。はい、大ブームで、はい、ね、皆さんやってましたよね。はい、あとはたまごっち、あ、これはそうですね、思い出深いですね。うん、思い出深いですか。はい、私ちょうどこの頃は中学生、成り立てだと思うんですけど、やっぱりたまごっちブームで、はい、持ってるだけでヒーローになれる。そうなんですよ。ですね、でこれはですね、はい、まあ、私 の実家は栃木県 の高根沢町という、どちらかというとちょっと田舎の方にある町だったんですけど、たまごっちがなかなか売ってないんですね。はい、でたまごっちがなかなかこう販売されないので、一回だけね、はい、おもちゃ屋さん、小さなおもちゃ屋さんでたまごっち入荷しましたということで、こう今度整理券を配りますってなったらですね、本当町中が並んだんじゃないかぐらいのね、しかもまあ、たまごっちですね、はい、あんま入荷したといっても本当にちょっとの数量しかないんですけど、だからみんなこうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいな、みんなで並んで整理券もらって、はい、当たるともらえる、まあ買える、買える、はい、へえ、思い出深いです。大人気でしたね。矢田部さんはたまごっち自体はどうだったんですか。はい、結局僕はもう当たらなかった。当たらなかったので、友達のたまごっちを一緒に見ると育てていた、はい、育てていく一緒に育てね、たまごっち、私もちょっと似たような製品みたいなおもちゃもたくさん出てたので、はいはいはい、そっちをこうね手に入れてましたね。たまごっちはやっぱり手に入らなかったです、私たち の地域でも。そうですよね。そうですね。あとはダイアナ妃の追悼 CD、うん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 、あとは朝日スーパードライ、この頃なんですね、あと失楽園ということで、はい、はい、あとは前頭の部分でいきますと、そうだな、キシリトールガム、キシリトールガム、はい、うんうん、キシリトールガム、人気な、ね、今ではね当たり前ですけれども、当たり前のように、ね、この時代は結構なんか歯に健康になるかもよみたいなところで、すごいガムが出たなと。あ、なるほどですね。ガムってちょっとね、こう虫歯になっちゃうみたいな昔のイメージはありましたけれども、はいはいはい、健康にしましょうみたいな、ね、ガムが出てすごいかっ、すごいなと思いましたね。これもマーケティングですよね、うん、素晴らしい。あとはそうだな、 G ショック、 G ショックもですね、はい、
これもなかなか手に入らなくてね、本当ですよね、うん、これも並んでるイメージがありましたね。そうなんです、おしゃれな子がこう G-SHOCK 結構やっぱり手に入れてる子が多くて、そうでしたね、はい、かっこいいな、かっこいいなって思ってましたね、うんうん、はい。あとは MD プレイヤーどうですか。これはですね、やはり衝撃的に、まあ、この今までカセットプレイヤーで聞いてたのを、この MD に本当にカセット何枚分も入るんじゃないかぐらいなんかしっかりね入るので、僕は高校に通う時に片道14キロ自転車で漕いでたんですけど、はい、長い時間だったので、長い長い、もう MD プレイヤーなしでは絶対にこう、まあ、過ごせないというような形で毎日持ち歩いてましたね。あ、本当ですか、はい、いやこれはね本当にやっぱ皆さん通学の時に使ってましたよ、ね、使ってたんですよ MD プレイヤー、ね、そうですねそうなんです、ね、あとは厚底サンダル、厚底ブーツ、履いてる人いましたね、はい、そうですね、いわゆる、まあ、安室奈美恵さんの全盛期というか、アムラーと呼ばれるような、はいはい、人たちがね、あのファッションもそうでしたし、うんうんうん、すごく私も厚底サンダル履いてましたね。本当ですか。中1でしたけどちょっとおしゃれしたいなと思って履いたことありますね。アムラーだったんですね。アムラーではないですけど足元だけアムラーを取り入れてましたね。なるほど、はいはい、ではですね、音楽シングル、はいね、トップ10ご紹介しましょう、うんうんうん、はい、まず第1位、第1位からいきます。安室奈美恵さんで Can You Celebrate。 これはすごい、はい、ね、売れたでしょうし、そうですよね、もう思い出深いですね。うん、で第2位が KinKiKids、うん、ガラスの少年。あ、これも何回も歌いましたね。はい、で3位で ルクプル日だまりの歌、うんうん、ね、あと4位がグローブ Face、はい、で5位がスピードステディ、うんうん、6位が今井美樹さんでプライド、うん、で7位が TK プレゼンツコネットで You are the one、うん、で8位がミスターチルドレンでエブリシング、はいはい、で9位がグレー、ね、グレーもね、ハウエバーと、ね、聞きました ね、 ね、で10位がスピードホワイトラブということで、はい、うんうん、やっぱスピードの曲は思い出深いです ね、 ね、そうですね、私すごくスピードがね、中学生の時ドハマりしてたんですよ。この時のアイドルですよね。あ、大好きです、みんな好きでしたね、はい、はい、あとはですね、ドラマとかバラエティとか何かご覧になってたらドラマとかありますか。バラエティでもいいですけれども、はいはい、やっぱり今覚えてるのは学校へ行こう。あー、見てました。見てました、見てました、うん、V6 さんのね、はい、出ているバラエティで学校へ行こうは絶対に見て行きましたね、はい、そうですよね、未成年の主張とかね、未成年の主張ね、はい、いつか自分の学校にも来るんじゃないかっていうことで来るんじゃないかっていうね、はい、ワク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 、そうですよね、私この自分の学校、私が卒業してからこの未成年の主張が来たんですよ。来たんですね、中学校に、はい、いいなと思いましたもんね。盛り上がりますよね、きっとね、はい、いや本当に、まあ隣の町に、の学校に来たんですけど、本当自分の町みたいに喜んでましたね。そうですよね、大事件ですよね、はい、大事件、大事件ね、本当にドラマとかバラエティもね、本当に面白い時代だったなというふうに、ね、こう改めて感じます ね、 すね、はい、ということで、はい、以上お菓子懐かし流行通信のコーナーでした。改めまして、この番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、本日はですね、はい、マクロビ、マクロビ料理教室のお話なんですけど、はい、マクロビってご存知でしょうか。なんかちょっと健康なイメージはあるんですけど、はい、いまいちパッと思い浮かばないですね。そうですね、はい、はい、マクロビオティックというのがですね、正しい名称でして、これはですね、玄米とか、全粒粉を、まあ、はい、主食としまして、豆類、野菜類、海藻類、塩などを組み合わせた、そういった食事のことをですね、はい、マクロビオティックと言います、はい、実はですね、このマクロビオティックの愛好者で有名なのが、まあ、アメリカのマドンナさん、歌手のマドンナさんとかですね、はい、俳優のトム・クルーズさん、お、はい、
日本でいうとですね、浅田真央選手ですね、スケートの浅田真央選手とか、松井秀喜さんなんかもマクロビオティック取り入れていると。そうなんですね、はい、こんな感じでですね、世界的にも、人気になってきたマクロビオティックの料理教室ですね、さんのマーケティング事例について今日はお話をしていきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、こういったね、マクロビオティックの料理教室ということで、特別な、料理教室ですね、千葉の方で、されている、料理教室さんでした。はいはい、でその当時ですね、私がご相談をですね、受けた時に、そのぐらい素晴らしいこう料理教室をやっているんですけど、ターゲットが割と広くてですね、主婦の方がもちろん来てもいいですし、結婚前のね、料理をこう学びたい方が来てもいいですし、はい、ということで広くこうお客様をですね、ターゲットの方をですね募集していたので、割とこの特別なマクロビオティックというものがですね、はい、なかなかこう際立っていなかったと感じたんですね、私自身が。なので本当にこのマクロビオティックの、こういう健康であるとか、元気になる、そういった食事に興味ある方にターゲットを絞っていきましょうというご提案をさせていただきました。はい、はい、それでですね、マクロビオティックの料理教室のターゲットを、その当時は広かったものをですね、働く女性の自己投資という観点に変えたんですね。はー、はい、自己投資、はい、働く女性が自己投資をする場所にしましょうということでですね、はい、料理教室ではあるんですけど、働く女性がですね、自分自身の食生活を変えて、で実際に美味しいマクロビオティックの料理を自分で作って、それを食べることで毎日元気に、仕事ができると、はい、そういった場所にしましょうというですね、コンセプトを大きく変えました。はい、その結果ですね、はい、やっぱりこう料理もともとしていなかった人とかですね、仕事でいつも忙しいんですっていう女性もですね、初めてでもいいですかみたいな感じでですね、どんどん人が集まるようになって、はい、で生徒さんがですね増えていって、で、やはり生徒さんも増えてですね、内容もこうどんどん充実させることができたので、授業料の方もですねちょっと高くしてですね、はい、差別化を図っていきました。はー、はい、結果ですね、もう真剣な生徒さんが増えていきましたので、はい、本物志向の、そういったね意識の高い方がどんどん集まってきまして、はい、この人気になっていったわけですね。その結果、今千葉で、始めてたこのマクロビオティックの料理教室も、はい、この青山で新しくもう一箇所すごい、はい、運営していこうということでですね、現在は大人気で、2箇所で、はい、マクロビオティックの料理教室をやるようになりました。なるほど、はい、こんな感じでですね、やっぱりこうターゲットを、一つこう絞って明確にしていって、働く女性の自己投資というようなですね、コンセプトもしっかり固めることによって、マーケティングがですね大成功して生徒さんも増やすことができると。なるほどね、はい、いやー、こうターゲットを明確にするってすごくやっぱり大事なことなんだなっていうふうに、今回のケースを聞かせていただいて改めて思いましたね。ありがとうございます。はい、そうです、今回はそういったね、ところをお伝えしたいなと思ってお話をさせていただきました。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。以上こんなところにサクセス、以上こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。お願いします。ゆたべさん、今回はいかがでしたか。はい、今回はですね、新年初めということで私も楽しみにしてまいりました。ぜひですね、これから今年も、レベルアップしていきたいと思いますので、皆さんお聞きくださればと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。